授業を始める。答えろ。よう、高巻じゃないか。帰り乗っていくか。近頃事件だなんだで物騒だしな。いえ、今日はバイトで撮影が。夏の特集号で外せなくて。おいおい、モデル業もいいがほどほどにな。体調が悪いと言ってたじゃないか。盲腸の疑いだったかな。忙しくてちゃんと病院に行けてなくて、ご心配かけてすみません。親友は練習ばかりで寂しいだろう。悪いと思って誘ったんだが。ああそうそう、例の転校生、気をつけた方がいいぞ。前歴のあるやつなんだからな。お前にもしものことがあったら。ありがとうございます。失礼します。よう。昨日の城のことだけどさ、夢だって言い聞かそうとしたけどやっぱ無理だわ。なかったことにできねえ。鴨志田の野郎と関係あるかもって思ったらよ、あそこが一体何なのかどうしても確かめてんだ。こんな話お前にしか相談できねえしよ。付き合ってくんねえか。話のわかるやつじゃん。まあ確認立って昨日の朝の道順を歩き直してみるくらいだけどな。どの道、お前駅まで歩きだろ。一緒に行こうぜ。あ、とりあえずもし道でそれっぽい建物に気づいたら教えてくれ。あんなでかい城、本当にあんならすぐ見つかんだろ。てかいつあんなの建ったんだ。こっからお前とあっちの道に歩いてったよな。そう言われると俺も自信ねえな。よし、こっちだ。なんか気づいたことあったら言えよ。あれ？やっぱ学校か。別に変わったとこなかったよな。城っぽいのもねえし。
道どっかで間違ったんだな。もう一回やんぞ。大丈夫、次は間違いねえって。行くぞ。マジか。俺らが思ってるより小さいとかなあ。それもやったし、けどそれっぽいのなかったんだよな。ん？携帯？なあ、そういえばお前、あん時ナビみたいのつけてたろ。ナビかどうか知らねえけど、携帯からそれっぽい声出てたろ。ほら、ホームに帰還とか、そんなの言ってなかった？ちょっと携帯貸せよ。なんだ？この目ん玉の。なんだそれ？変なアプリ。あった！これだ！やっぱこれナビだよ！お前の操作履歴ってのもあるし。やべえ、俺天才すぎんだろ。これ使おうぜ。アプリ立ち上げるだけだろ。鴨志田、囚人学園、変態、城、ナビを開始します。来た。そしたらどっちから行って。おい、何やってん。え、なんだ。城だ。また来れちまったな。つうことは昨日のもマジで。うわっ、その格好前もなってたよな。何なんだよその格好。俺だってわかんねえよ。どうなってやがんだ。わけわかんねえ。おい、騒いでんじゃねえよ。お前、シャドウが急にざわつき出して、もしやと思って来てみれば、せっかく逃げ延びたのにまた正面から来るとはな。ここどこだよ。学校なのか。そうだよ。城じゃねえか。この城は学校なんだよ。ただしこの城の主にとってのな。城の主？鴨志田だったっけ。あいつが歪んだ心の目で見ている学校だ。歪んだ心？わかるように言え。バカには分からんか。あ、今のは捕まってる奴隷だろ。マジマジだ。昨日俺たち以外にも捕まってるやつを見た。多分うちの生徒だ。大方上司の鴨志田の命令だろ。珍しいことじゃない。ここじゃ毎日こうだ。まして昨日お前らに逃げられたからな。さぞ荒れてんだろうぜ。あんの野郎！龍神？ざけんな！鴨志田！そんなんで開くかよ。だが、何やら訳ありみたいだな。おい、モナモナ！
モルガナだ。この声の連中のとこ、お前ならわかるか。連れて行けってか。ま、案内してやらんでもない。こいつも一緒に来るならな。決まりだな。マジか。悪い。よし、いいだろう。我が輩についてこい。ここが潜入口だ。ここって確か前に脱出で使った。あ、通気口だ。正面から入らないのは怪盗の基本だぜ。怪盗？知らねえっての。ま、我が輩がしっかり仕込んでやる。それじゃ行くぞ、ついてこい。その終わり。結局巻き込んじまってよ。ありがとな、付き合ってくれて。オンに切るぜ。相変わらず不気味なとこだぜ。いいか、ちゃんと我が輩の案内通りにするんだぞ。ついてこい。おい、やっぱり見張りがいるか。こっから先は戦いが避けられそうもない。マジか。仕方ない、戦闘の基礎の基礎だけここで伝えておくぞ。頭に叩き込め。原則いつでも不意打ちを狙っていく。可能な限り敵は背中から襲え。パレスの敵は主の歪みに支配されてる。その象徴が仮面、そいつを剥ぎ取るんだ。成功すればどんな敵でも一瞬必ず。後ろから不意打ちかまして先制攻撃か。お前は外で見学だぞ。ペルソナが使えないんだからな。さあ行くぞ。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。行け。意を示せゾロ。よし、勝利だな。力が湧いてくる。よし、なんで誰もいねえんだよ。前はいただろ。どこ行ったんだよ。声でかいって落ち着け。そうだ、確かあの奥にもいたはず。
こりゃ移送されたのかもな。やべえぞ、足音が近づいてくる。かなりの数だ。今見つかると面倒だな。おい、ひとまずその部屋に入れ。やり過ごすんだ。ここならシャドウも来ないだろう。で、なんでわかんだよ。ここだけ歪みが少ない、主の支配が弱い場所ってことだ。これ、教室か？これでわかったろ。ここは主の心が映し出したもう一つの現実なのさ。鴨志田の現実？さっぱりわかんねえよ。歪んだ欲望が具現化した世界と言ってもいい。我が輩はパレスって呼んでる。パレス？学校を自分の城と思ってるからこうなってるわけだ。思っただけで城になったってのかよ。ざけんな！よっぽど鴨志田ってのが嫌いらしいな。嫌いどころじゃねえ。全部あの野郎のせいだ。何があったか知らないが、情で突っ走んのはやめとけよ。そこら中手下だらけだ。その格好気になってんだろ。ああ、俺も気になりまくるわ。そいつもこの世界のせいだ。またわけわかんねえ話。パレスでは何でも主の思い通りに歪む。学校がこんな城になるくらいだからな。防ぐには強い反逆の意志を持つしかない。今の姿はその現れ。お前自身が持つ反逆のイメージだ。なあ、めんどくせえ。つうか服の前にお前の方が気になるわ。何なんだお前。人間だ。正真正銘人間様だ。いや、猫だろ。どっちかっつうと。これはその本当の姿をなくしたからだ、多分な。多分かよ。だが元に戻る方法は分かってる。ここへ忍び込んだのも下調べのためだ。まあ捕まっちまったか。それに我が輩だって鴨志田には拷問されたんだ。絶対お礼してやる。漫画かよ。マジイカれてやがんな。行くなら急ぐぜ。新人、お前の力今回も当てにさせてもらうぜ。何、お前ばっかに苦労はさせねえよ。あ、そういや、もしかしてって思って一応持ってきたんだよ。モデルガン。音しか出ねえけど。おもちゃじゃねえか。でも見た目超リアルだし、脅すくらいには使えんだろ。あと一応傷薬も持ってきた。備えあればってやつだ。どうよ。やっぱり花からこのつもりだったのか。まあいい、なら準備が整ったら潜入を再開するぞ。とはいえまだ外は万兵が巡回しているはずだ。万兵をやり過ごす間、くそ。そうだな。さてと。うん、つけておこう。
むふむ。よし、行こうぜ。見張っているか。あいつの傍らにある柵が。じゃあどうすんだ。うまく見つからずに倒せればいいかな。じゃあ警戒度が上がっちまっ。見つからずに敵を倒せれば警戒。なんか複雑だな。仕方ないな。警戒度に関する注意をまとめとく。警戒度はパレス探索の肝だ。なあ、おい、侵入者らしい奴はいたか。まだ見当たらない。やっぱり敵が多いな。あれじゃかわすのも無理か。じゃあどうする。おい、簡単に言うな。そうか、こんな時俺も戦う力がありゃ。持ってんのはおもちゃだけだもんな。おもちゃ、さっきの銃かのおもちゃな。なるほど、そうか。よし、そいつで奴らを倒そう。はぁ、聞いてたか。モデルガンだし、大丈夫だ、きっとうまくいく。クセッケ、仕掛けろ。
いや、おい、気をつけろよ。銃ちゃんと持ってるな。シャドウに向けて撃ってみろ。驚いただろう。ナイフを使うより銃を連射した方が効果。もちろん弾切れはあるが、温存して余らせるよりはいいからな。よし、我が輩の武器も見せてやる。我が輩の話を聞け。やっつけちまおう。弾数は元に戻ってるぞ。ガンガンぶっ放してやれ。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。よし、敵は一掃したぞ。のはずなんだが。んじゃ、またぶっ倒すか。そうするしかないか。よし、これからお前らにとっておきの戦い方を教えてやっ。ああ、そんなもんだ。行くぞ。いいか、戦いには流れってもんがある。ま、百聞はなんとやらだ。まずは敵をダウンさせろ。すべてはそこからだ。そんな。くらえ。よし、一気に追い詰めて総攻撃だ。
うまくいった。やっぱお前筋がいいぜ。なんだよ今のバババっての。総攻撃って言ったろ敵。確かにすげえ攻撃だったな。何しろ無防備な敵への一斉攻撃だからな。威力は高いし敵全体に効果がある。さっきも話したが指揮系統は統一したい。総攻撃の号令はお前がやってくれよ。敵の弱点をついて全員ダウンさせて総攻撃。こいつが戦いの黄金パターンだ。覚えておけよ。よし。どっから開けんだこれ。やめろ、ほっといてくれよ。逆らったって無駄なんだし。はあ、おとなしくさえしてればお前らみたいに処刑はされないんだ。好きでそんなとこいるってのかよ。てかお前、まさかとは思うがこいつら連れ出そうって気か。このままにしてられっかよ。バカすぎる。あ？こいつらはな、鴨志田が認知してるだけの人間だ。現実から入り込んだ本物の人間じゃない。お前らとは違う。認知？そいつら助けても意味ねえってことだよ。よく似た人形みてえなもんさ。なんだそりゃ。学校が城で生徒は奴隷か。確かにあのクソ野郎の頭ん中じゃねえか。しかしひでえな。現実でも奴隷扱いってことだろ。現実でも
こいつら全員バレー部だ。鴨志田が顧問の。日頃から殴られてんだろうな。普通ここまでボコボコに。現実でも似たような目に遭ってんのか。そうなんじゃね。だってこれ鴨志田が奴隷だと思ってるってことだろ。マジかもしれねえわけか。鴨志田には体罰の噂があんだよ。マジだったらこれこいつら証拠にしてやる。うまくいけば鴨志田の野郎。俺動かねえ。ナビ使えんのにカメラはダメなのかよ。ナビ。俺らナビでこっち来たんだ。お前のは。何でもいいがそろそろ見つかるぜ。戻った方がいい。しゃあねえ。行こうぜ。行こうぜ。あっちゃー、こっちだ。また貴様らとはな。過ちを二度繰り返すとは救いがたいな。学校はてめえの城なんかじゃねえ。あいつらの顔はしっかり覚えたぜ。観念すんだな。負け犬ほどよく吠えるとは真理らしいな。陸上部のエースも落ちたものよ。あ？何が言いて。暴力騒ぎを起こして仲間の夢を潰した裏切りのエース君。貴様の自分勝手の巻き添えになった連中がいやあやかわいそうで仕方ない。これは驚いた。知らないまま付き合わされてるのか。仲間を裏切り夢を潰したというのにこやつは一人のうと生きている。違う。こんな愚物に付き合って構わん。まとめて殺せ。くそ。リュウジ、どけ。囲まれたぞ。殺す。鴨志田様の命令で殺す。望まれてるから殺す。そりゃ。ペルソナ。
我が決意の証を見よう。こいつはやばいな。深く。来てこうなっちまったんだろう。やめろ。すぐ感情的になるクズ。この俺様に手を挙げやがって。臨時とはいえ少しの間陸上部の練習を見てやった方が。あんなもん練習じゃねえ、体罰だ。単にてめえが目障りなんだよ。実績を上げるのは俺様だけでいい。クビになったあの監督も正論言って立てつかなければエースの足を潰すだけにしてやったものを。もう一本の足もやってやるか。クソ、こんなクソのせいで走れなくなって。そうだったのか。こいつらを始末したら次は貴様だぞ。おい、龍神。そうだよ、俺があいつに奪われたもん。もう帰ってこねえ大事なもん。そこでおとなしく見てるがいい。クズをかばって犬死にする。救えないクズどもをな。前の方だよ。人を利用することしか考えてねえ。お前の方こそクズだ、カモシだ。何してる、黙らせろ。にやけた面でこっち見てんじゃねえよ。ずいぶんと待たせたものよ。力がいるんだろう。ならば契約だ。どうせ消し合いのおめえなら旗に掲げて人を奪え。お前の中にもう一人のお前がそう望んでいる。我は何時何時と言われ覚悟して背負え。これよりは反逆のドクロが貴様の旗だ。貴様に何ができる。黙って眺めているがいい。これが俺のベルソナ。こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしちまったな。行くぜ。なめるなガキら。ぶっ放せよキャプテンキッド。吉田様の手を煩わす問題児が。どうせ鴨志田の認知ってのは変わんねえんだろう。なら問題児らしく振る舞ってやるよ。行くぜ、俺のキット。ベルソナー、キャプテンキット。やってやる。テレビは済ませよう。皆様、引導を渡す。聞くだろ。
強いからな。おい、邪魔だ。私は栄えある鴨志田様の。それがなぜ入る。鴨志田が大したことないってだけだろ。どうだ。こいつは驚いたぜ。龍二にも素養があったとはな。今さら謝っても許さねえ。ここは俺様の城だと言ったのにまだわからんようだな。あ、高巻。おお、なんて綺麗な女の子だにゃ。どうなってやがる。そういや、なんとなく。つうか、なんでいいんだよ。てめえ、手離せ変態野郎。何遍教えれば理解できるんだ。ここは俺様の城。何をやっても許される場所。貴様らみたいな頭の悪い族以外はな。高巻。龍二、冷静になれ。あ、奴隷たちと同じで認知上の存在なんだよ。羨ましい。まあ貴様らのような問題だらけの不良には女。くそ、早く掃除しろ。くそ、このく何もしねえで逃げ。お前が冷静で助かる。わかった。てめえの化けの皮。ここの連中はいたぶり飽きてたとこ。いつでもかかってこい。命が惜しくないならな。相手にするな。行くぞ。かよ、これ着替えた覚えねえし。喜んでいいのかそれ。けどお前のよりは悪くねえ。静かに。どういうことだよこれ。意味わかんねえ。前に言ったろ、パレスの主に盾ついて敵視されるとペルソナ使いはそうなるんだよ。歪みにやられないためにな。これドクロか。具体的な格好はお前の内面の現れだ。お前に眠る反逆者の。言ってもわかんねえか。わかんねえ。ならいちいち聞かないで自分の目で見たものは受け入れ。気楽に言いや。てかやべえじゃん。静かにしろっつってんだろ。こっちで助かったって。本物の学校で結局鴨志田に。バカのくせに鋭いな。安心しろ、現実の鴨志田はこっちのことは知り得ない。大丈夫。処刑のこと現実の鴨志田は覚えてたか。そういうことだ。よっしゃ、それさえ分かりゃ、あとは。待て、約束通り道案内してやったんだ。今度は我が輩に協力してもらうぞ。そのためにいろいろクソ丁寧に教えてやったんだからな。あ、協力？言っただろ、我が輩はもともとここへ調査に来たって。この身が受けた歪みを消し去って真の姿を取り戻す。そのためには遥かメメントスの。待てよ、付き合うなんて一言も言ってねえぞ。え、まさかただで世話になろうってんじゃないよな。特にお前、すでに我が輩のプランの一部なのにか。
腐敗が人間じゃないから、猫っぽいから、バカにしてんのか？こっちは忙しいんだよ。世話になったな、猫。なかなかガッツのある猫だ。またどっかで。ちょ、ねえわ、マジねえわ。何、いい話風にまとめてんだから。ねえわ、ねえ。助かった、戻った。なんか振り回しちまったな、悪い。てかマジしんど。お前平気なわけ？俺もだぜ。かえって爆睡だわこれ。それよりマジだったら面白いことになんな。鴨志田が奴隷扱いしてる奴らの顔、俺バッチリ覚えたから、そいつら片っ端から捕まえて体罰を吐かせりゃ鴨志田もおしまいだ。体罰の証人探し、お前も手伝ってくれるだろ？そう来なくちゃな。お前さ、前歴あるからおとなしくしてよってんなら意味ねえと思うぜ。もう知れ渡ってんだよ、むちゃくちゃレッテル貼られちまってる。鴨志田がバラしやがったんだ。クバレなんて教師以外ありえねえだろ。野郎は気に食わねえと思ったら部でも生徒でも平気で潰しやがんだ、俺ん時みてえにな。俺の言うことなんか誰もまともに取り合ってくれねえけど、体罰の噂は本当かもしれねえ。それに実際鴨志田の歪んだ心ってのを見たら、それこそ放っておけないだろ。頼んだぜ、俺も気合い入れっからよ。見つかりたくないなら単独でやる方が効率的、そういう考え方だってできる。でも君は単独では行動しなかった。協力者がいた方が利点がある。君はそう判断。違う？我は汝、汝は我、汝ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我戦車のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。そういや昼から何も食ってねえんだった。ここで別れんのもなんだしよ、なんか食い行こうぜ。とりあえず来いよ。つかぶっちゃけお前の昔話とか聞きてえし。はあ？んだよそれ、そいつクソすぎんだろ。出るだけで腹立ってきやがるぜ。
ほんで地元からこっち来て居候か。やっぱ俺ら少年が似てんのかもな。こんなこと思えたやつお前が初めてだ。周りから厄介者扱いされてて、俺もよ前に学校でやらかしちまった。場所四茶だっけか。地下鉄この時間ラッシュだから時間ずらしてった方がいいぜ。んだよ全然食ってねえじゃねえか。いいんだよ協力の礼だ。つうわけで明日からもよろしく頼むぜ。鴨志田さえなんとかすりゃお互いちった居心地マシンなんだろう。あそうだ連絡先教えてくれ。あとチャットの ID もな。見てやがれ鴨志田、明日から即始めっぞ。まず奴隷にされてた奴らに話を聞く。球技大会だったよな。鴨志田推薦のバレエ大会とか。おかげで僕は授業ねえしみんな浮かれてる。うろついても気づかれにくいはずだ。ま、詳しい話は明日にしようぜ。つか食えよ、生姜ならいっぱいあっからよ。でよ、鴨志田をやっちまう方法だけど。あと、そうだな。眠れなくて目をつぶるといろいろ考えちゃうから。志保、全国大会もうすぐだから考えちゃうんだ。私なんかがスタメンなんて。大丈夫、自信持って。実力が認められてんだって。志保が誰よりも頑張ってるからじゃん。うん、私バレーしかできないから。それより怪我大丈夫？うん、このくらい。大会前だし。鈴井、悪い話してるとこ。その鴨志田先生が呼んでる。大丈夫だって。きっとスタメンのミーティングとかじゃない？じゃあ私行かなきゃ。うん、頑張って。頑張れ、しよう。帰ったか。今日は真面目に学校行ったんだろうな。昨日の今日でさすがに懲りたか。ま、面倒を起こさなきゃ何でもいいがな。どこで何してたか知らねえが、騒ぎでも起こしたら放り出すからな。くれぐれも言っとくぞ。つるむんじゃねえぞ。俺
俺もう上がる。鍵かけとくからな。夜中に出歩いたりすんなよ。Thank you.
やるか。ようこそベルベットルームへ。今宵はいつぞやの話の続きをと思ってな、呼び出させてもらう。どうだ、この場所には慣れてきたかね。ほう、それはお前の構成はひいては滅びの運命を退けるため。だが今日お前は同じ力に目覚めた隣人。他者と関わろうとすることは構成にとって重要な足がかり。大いに結構だ。だが慣れ合って共になれと進めているのではない。生中な友情などではない。言うなれば居場所を奪われた者どもとの絆その広がりが引いてペルソナは心の力。あなたを取り囲む絆が強くなればそれだけペルソナも力を得るでしょう。町には非力な貴様にはない才覚を持った者が数多くいる。そう、この私ですらも利用する心構えでなければお前の大願は果たされない。契約成立だな。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、愚者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至る。よし。に励むがいい。さあ話は終わりだ。とっとと下がれ。入学早々球技大会とかかったるくね。先生の生スパイク拝めるかもよ。記念に一発受けておこうぜ。大怪我確定じゃんそれ。バレー部員とか生傷だらけなんだろ。どんな練習してんだよ。怖えよ。はいはい、静かに。さすが鴨志田先生。よし、もう一本行くぞ。ママ、
浮いてんな、相変わらず。つまんねえなあ。の学校でも王様気取りってわけだ。何が親睦だ。てめえが目立つためのワンマンショーじゃねえか。三島のこと心配するふりしやがって。体罰上等のクソ教師が。まあいい、今のうちに昨日奴隷になってたやつら探しに行こう。城で見た顔を探すぞ。今日はバレー部全員来てるはずだ。絶対と思いついたのは D 組のやつだから。 D 組から言っとくか。お前のクラスな。すんなり聞けるといいけどな。俺なんか避けられてるし。つってもお前も同じか。おい、行こうぜ。おい、球技大会サボり。さすが噂の転校生。城にいたやつだ。坂本まで。お前ら何の用。は？何言ってんの。鴨志田にやられてんだろ。なあ、チクったりしねえから証人になってくれよ。鴨志田の体罰のさ。意味わかんねえんだけど。そっちがデタラメ言ってんだろ。隠すなって。俺らは知ってんだよ。知ってるって証拠でもあんの。いや、だからそれは。わけわかんねえよお前。つかもうほっといてくれよ。ぶっちゃけすげえ迷惑。もういい、行こうぜ。あの怪我普通じゃねえだろ。それでも認めねえとか。この調子でやってたら球技大会が終わっちまうな。そっちの方が早いか。俺は実習棟で部活前のやつを捕まえる。教室棟は任せるわ。覚えたやつに3年のバレー部がいた。確か 3C のやつだ。そいつも城でひどくやられてた。
もしかしたら怪我とかしてるかもな。とにかく何かあったら連絡する。頼んだぜ。なわけねえじゃん。てかあんた何なの？こないだの遅刻も嘘だし、妙な噂あるし。そいつに何の用だ？そっちこそ何？クラス違うじゃん。たまたま知り合ったんだよ。鴨志田先生に何するつもり？はあ？あ、そっか、そういうことな。鴨志田と仲いいもんな。坂本には関係なくない？
野郎が裏で何してるか知ったら。裏？それ何？言ったってわかんねえ。てかあんたらもう噂になってるから、何しようとしたってみんな協力してくれないし。一応忠告。相変わらず気の強えよ。中学が同じってだけだ。てか俺の方なんか、え、特別な指導ね。確かにあいつなら帰っちまう。話あんだけど。坂本、お前まで。話するだけだよ。鴨志田から指導されてんだって？体罰じゃなくてか？違いますよ。なんで敬語だよ。まあいいけど、今日もぶつけられてたよな、顔面に。あれは俺が下手なだけで。にしたって、あ、練習なんだよ。口止めされてんのか？それは。何をしているんだ三島、部活の時間だろ。今日はちょっと具合が悪くて。だったらやめるか。練習以外じゃ下手くそは治らないぞ。具合が悪いって言ってんだろ。練習来るのか来ないのか。行きます。何か問題を起こせばお前今度こそ学校にいられなくなるぞ。くそ。お前もだ。おとなしくしてろと校長先生がおっしゃっていたんじゃない。練習の邪魔はしないでもらいたい。良くない噂が広まってて生徒も不安がってるしな。そりゃてめえのせいだろ。うん、話にならないな。行くぞ三島。囚人学園は志のある生徒が学ぶ場所。ふさわしくない生徒に居場所があると思うなよ。ぼさっとしてんな。はい。見てろよ。無駄だから。あ？体罰の証明なんて意味ないんだよ。みんな知ってんのさ。校長も親も知ってて黙認してる。嘘。迷惑だ。こっちの気も知らない。君にだってわかるだろ。この奴らをもう一度説得してみる。やるか。